こんにちは。ここは大阪伊丹空港です。今回は飛行機の話題です。ここは伊丹空港の展望デッキ。他の空港と同様、展望デッキから飛行機の離発着が見られます。もちろんここから飛行機を眺めるのも良いのですが、伊丹空港にはもっと大迫力で見られる場所があります。そちらへ行ってみましょう。ここは大阪空港の南東、滑走路の端に位置するとある土手です。知る人ぞ知る伊丹空港の千里川の土手、日本で最も飛行機を間近で見られる絶景スポットです。大迫力。伊丹空港の正式名は大阪国際空港。現在国際線は関西国際空港が引き受けているため、ここに国際線はやってきません。街中に位置する空港のため、主に騒音問題で関西空港の開港後は国内線も含め伊丹は廃港となる予定でした。しかし紆余曲折を経て伊丹空港は存続。代わりに1日の発着回数は370回に制限。そのうちジェット機は200回、低騒音機は170回です。低騒音機とはプロペラ機のことです。プロペラ機はジェット機に比べ低騒音のため、街中にある伊丹空港にとって大変重要な機体なのです。伊丹から飛行機に乗るとき、やたらプロペラ機に当たることが多いなぁと思うのはこういう背景があるためです。自分が乗る飛行機がプロペラ機だった場合、ちょっと残念だなぁと思うことはありませんか？ジェット機が当たり前の今の時代、プロペラ機は時代遅れの機体とがっかりする人もいるでしょう。プロペラ機はゼロ戦時代からの古臭い技術で飛ぶ面白くない飛行機と勘違いしている方も多いことでしょう。しかしそんなことはありません。ジェット機とは違うプロペラ機ならではの楽しみもあるのです。続きまして、プロペラ機の魅力をお伝えいたします。ここは熊本空港。ここから伊丹までプロペラ機に搭乗します。プロペラ機の魅力その1、飛行機に歩いて乗り込めます。ジェット機の多くの場合、空港のゲートからボーディングブリッジで直接飛行機に搭乗します。しかしプロペラ機は小型、このように歩いて飛行機へ、飛行機を身近に感じられます。小さなタラップを進み、コンパクトな機内へ進みます。2列×2列のコンパクト。この機体はカナダのボンバルディア DHC8-Q400。主翼をご覧ください。窓よりも上に翼があります。魅力その2、翼は上にあるため
翼が邪魔で景色が見えないということがありません。ミリオクスの3、プロペラが面白い。プロペラの太さの変化にご注目ください。太さが変化します。両側の金具を留め金にかけて締めてください。前の引き手を強く引くと膨らみます。お分かりいただけましたでしょうか。プロペラが細くなりました。プロペラの羽の角度を変えることで推進力を調整しているのです。そのため離陸時、巡航時、着陸時でプロペラの太さ、角度が変化します。私はこの様子を見るのが好きで、ボンバルディア機に乗る場合はいつもこの座席を予約します。離陸します。実は現在のプロペラ機のエンジンはジェット機のエンジンと仕掛けは同じです。ジェットエンジンが空気流を後ろに押し出すのに対し、プロペラ機はその空気流でタービンを回します。そのタービンの回転でプロペラを回すため、無駄が少なくジェット機より燃費に優れるのです。別の飛行機でもう一度ご覧ください。続きまして、高知空港から伊丹空港へ、同じく ANA のボンバルディア DHC8Q400、 ただし大変レアな緑の ANA の機体、通称エコボンと呼ばれる特別塗装機です。本来 ANA 機は白地に青の塗装ですが、燃費が良く環境に優しいプロペラ機のこの機を緑色に塗装。 ANA がエコファースト企業であることを PR するため、期間限定で緑色に塗装されました。現在は通常塗装に戻されています。例によってこの席を予約しました。プロペラの太さ、角度にご注目ください。プロペラの羽の角度が変わる可変ピッチプロペラの様子です。プロペラが太くなり最大効率の状態、機体名の DHC8Q400 の Q はクワイエット、静音性新世代改良機という意味を持ちます。日本の三菱グループも製造協力を行っており、全体の半分近くの設計製造を担っています。効率の良い6枚ブレードのプロペラを装備しており、比較的低回転数で巡航速度700キロを出します。大型ジェット機では通常の巡航高度は1万メートル以上でも、プロペラ機は3000から5000メートルを飛行します。魅力その4、高度が低いので雲に邪魔されず下の景色がよく見えます。プロペラの太さ、角度が狭まりました。速度を落として着陸体勢に入ります。まもなく着陸。プロペラの太さ、角度の変化にご注目ください。ジェット機なら逆噴射でブレーキ、
プロペラ機はプロペラの角度を変えてブレーキ。逆噴射状態です。プロペラ機でもジェット機の逆噴射と同じ機能をプロペラの角度を変えることで行っているのです。ジェット機より滑走路の長さが短くても済むプロペラ機、離島など滑走路の短い空港の多い日本では重要です。航空需要が激減している現代、多くの路線が小型化、プロペラ機への運用にシフトしています。プロペラ機も低騒音、低燃費、短い滑走路のほか、歩いて乗れ、景色がよく見えるなど魅力いっぱいです。今後しばらくは小型のプロペラ機に変更される便も多いため、今回はプロペラ機の魅力をお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。